皆さんこんにちは、ヒロです。いつも動画の方ご視聴いただきありがとうございます。そして今更なんですけども、新年明けましておめでとうございます。この動画がですね、今年初めての動画になります。すいません、ちょっとお待たせしまして。で、今回の動画なんですけども、まずタイヤ交換からスタートします。で、その後ね、電装系をやっていく感じなんですけども、実はですね、正直この動画でほぼほぼレストア完了のところまで持っていく予定だったんですが、最後の最後でちょっとあることが発覚しまして、でそのあることがですね、だいぶえぐいことでしたのでちょっとレストアがまだまだ続くような感じでありますね。でそのあることとは何だったのか、皆さんとねシェアしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。それではね、今回もねダックス作業の方続きやっていきたいと思います。で今回なんですけども、まずですね、初めにタイヤ前後交換ですね、これを2つやっていくのと、あとですね、ヘッドライト、テールランプ、あとレギュレーター、アクシュファイヤー、バッテリーですね、まあ、電装関係、これをねやっつけていきたいと思います。タイヤがねもうすごいよ、いいね、これ年季感じるでしょ。これはもうダメなんでね、交換します。でね、ドラムもね若干ちょっとサビが出てるんで、これはもうペーパーでこのサビを軽く落としてあげるような感じにします。でこれがねブレーキシューなんですけど、これね結構古いなっていうパッと見なんですけども、結構印象があって、あんまこれと使いたくないので、新品があるんでそっちにね付け替えます。じゃまず先にねこのハブをね外していきます。脱着できました。全然部屋入ってないな、これ。分割式だからナット外したらそのままビールも落っこってくると思ったんだけど、意外とそうじゃないんだね、これ。よしよし、結構ガッツリ張り付いてたな。ああこんな感じか。うわ結構錆びてんなこれ。ああこの辺とかすごいな。まあでもしょうがないか、これ分割式だしね、水入っちゃうよね。まあこの辺はちょっと軽くワイヤーブラシでね、あの錆を落としてから取り付けしたいと思います。ちょっと簡易的ですけど錆止めもしときます。はい、それではねリムの方がとりあえず処理終わったので、今度はねタイヤをね組んでいきたいと思います。マジ気をつけないとね、リムとねタイヤの間にねチューブ挟んで切れちゃったらね相当悲しいよね、そうなっちゃうとね。マジ気をつけます。だから今度はリムをかぶしていくと。おお面白、斬新だなこれ。二重の合わせてやればいいのか。ざっとこんな感じかな。はい、それではねタイヤの方組み終わったので、次はですねこのドラムですね、あとブレーキシュー、こっちの方をね面取り加工して、あとドラムの中この錆落としをしてあげて取り付けていきたいと思います。どうすか、だいぶ欲しいになったでしょう。若干ね奥の方はねもう錆残ってますけども、このねブレーキのシューがね接触する面、ここねだいぶ綺麗になったんじゃないでしょうか。まあこれだったら使えると思うんでね大丈夫だと思います。じゃあ次はね、はい次はこいつですね、このシュー、このね面取りをねしてやりたいと思います。このねシューとね金属部分がね触れ合うところ、ここにねグリスを塗ってあげるような感じですね。でまあこれをね塗ってあげると、まあ、あのブレーキ泣き、まあ、ブレーキ握ったりとか車で踏んだ時にキーってなる音があると思うんですけど、まああれいう音をね防げたりとかします。そのために塗ってます。よっしゃ、じゃあつけていこう。じゃあ次このフロントタイヤいきます。硬い。
か納豆が面白いねこれ。なんか納豆が不思議な形してる。キャッスル納豆でもないし、なんか切れ込みがね入ってるよね、うん、抜ける。いや全然無理。カチカチ勝て全然無理ですね。硬い、うん、ちょっと待って。さて次ドラムか。よし。うわ、来たね。はい、それではねフロントタイヤの方ねこれからね交換していきます。まあほとんどねリアと一緒ですね。まあ本当に最初にエアーバルブからエアー抜いて、で次にタイヤのビード落としてあげてからリムを取り外して交換するような感じになりますね。じゃあ純正のリムを組んできます。こっちがエアーバルブだね。うん、OK だね。よいしょ。いいっす。カメラマンさんにまたブレーキをきれいにしてもらってます。ちょっと今倒れて隠れちゃってるけど、すげえ綺麗になってる。めっちゃ綺麗になってんじゃん。さっき真っ黒だったからね。ありがとうございます。雑用なんか言い方おかしいな。いやなんか自分がやりたいって言うからさ、じゃあしょうがないなってこと。なんかもうカメラ飽きたって言うから、じゃあブレーキ掃除してってお願いしたら、なんか雑用バイクたまんないですよね本当ね。困ったもんだわったく。よし、じゃあとりあえず一通り終わったんでブレーキ組んでタイヤつけていこう。はい、いいっす。いいっすね。まあ、これもおなじみですね。 TZR の時もやったし、まあ、何だったらさっき後輪にもやったからね。はい、それではね次はねこのヘッドライト周り、こいつのね配線をねちょっと見ていきたいと思います。ちょっとね見てくださいこの配線、ハーネス、あと配線なんですけども、なんかねわけわかんなくなってますね。でこのねまだヘッドライトの中まで開けてないんですけども、多分中にもねこのメーター類の配線とかウインカーの配線が通ってると思うん でしかもなんかぐちゃぐちゃしてそうな雰囲気がプンプンに出てますね。なんでまあそこを今開けてねちょっと様子見ていきたいと思います。いやーなんかエグくなってないけどいいけどね。行くか、オープン。うおいやこれはまたすごいね。まあレストラー車両はねだいたいこんな感じだよね。トライト自体の損傷はなさそうだね。なんか割れとかは特になさそうだね。でまあボルトナットで止まってるだけか。でもそこはしっかりしてあげればこれはこのガタつきを解消できそうだね。なんかさ、ギボシがちょっと今のと違うんだけど、え？なんか謎いんだけど、これなんよね。これオスギボシ、これ。え？見たことね、こんなの。初めて見たわ。50年前のギボシってこんななん？もうこれね、中すげえ汚いんで、ヘッドライトごと一回外します。はい、じゃあヘッドライト取れました。これウインカーの配線とかまあ見やすくなったかな。これ1本しか出てねえってことはウインカーこれボディアス取ってんのかな。そんな感じ。まあ配線が断線してるような雰囲気はないから、まあつなぎ直してあげれば多分大丈夫だと思うけどね。まあヘッドライトちょっと掃除してから戻してあげます。あ、汚いね。まあ TZR の時もそうなんだけどさ、やっぱ配線ってすげえ大事なんだよね。でもね作業自体がねめちゃくちゃ地味。ほんとね、あのね動画とか使ってるとねマジで絵にならないんですよこれ。あ、このウインカーのこの線最悪だね。こう根元のところでも被膜が劣化して割れちゃって中出ちゃってるよ。こういうのねショートの原因になるからね、これはちょっと補修します。このね収縮チューブを使ってねさっきの被膜を保護します。まあとりあえずこれでつけ根のダメージは減らせたでしょう。うん、 OK。 よっしゃ、とりあえずね配線の補修が終わったんで、これからねライト戻していきます。
はい、それではね、とりあえず一通り配線の方が組めました。ちょっとねぐちゃぐちゃ感は否めないんですけども、とりあえずあとヘッドライトの配線だけ組めばヘッドライトもおしまいって感じですね。はい、それではね、フロントの方はね、とりあえず配線食いました。今度ね、次はリア側はね、このテールランプ今外れちゃってるんだけども、こいつをね、取り付けていきたいと思います。じゃあやっていこう。はい。じゃあテールやってこう。で、テールのね、配線がね、この黄緑と黄色と、あと茶色出てる感じかな。で、こっちも、オレンジと、あとまあ空色っていうのも水色だよね。で、これがウィンカーの配線かな。で、これ繋いでみて、あとエンジンかけて点灯するかみたいな、こういう感じになるかな。じゃあまずテールだね。はい。よし。あ、このさ、ビスこれステンレスなんだよね。いや、アースがちょっとちゃんと取れるかっていう心配。特にウィンカーね。うん。いや、でもダメか。ボディアースが取れてないとどっちもつかないかもしれない。だから要するに、ウィンカーもテールもこれもしかしたらつかないかも。とりあえず今これでフロントとリア線つないだから、一回エンジンかけてみて、で、ライトつくか確認しよう。あ、そういえばね、この間インシュレーターね、ここがパックリ開いてたと思うんだけど、一応これね、純正手に入りました。で、これつけたんでね、これからエンジンかけていきたいと思います。どうこれ、いいね、いいよね、スタイル。で、音もすごく静かだと思うんだよね、うん、ちょっと吹かすよ、うん、いいですね、いいよね、いいいい、なんか可愛い音になって、うん、でしかもスタイルもさ、やっぱいいな、かっこいいよ、いいよね、かっこいい、あ、いいね、ついた、ついた、あ、いいね、うん、次、ハイロー切り替え、あ、なんか切り替わってるかわかんないけど、とりあえず、あ、近づかしてるね、あ、近づかしてる、うん、切り替わってる、切り替わってる、あ、ウィンカーのね、こっちだよ、はーい、右、え、あー、もうかもか、ウィンカー行くよ、こっちだよ、ここ行くよ、あ、右、え、M 降り、つかねえじゃん、左、左、ダメだね、つかねえ、マジ、右、こっち、ノー、左、ノー、インカつかねえな。で、常備ついてないし、うぃいろいろと電気ついてないぞ、これやばい、マジで。ちょっと一回見てみよう、はい、ちょっとアースが取れてないっぽいから一回ちょっと外して様子見よう、はい、もう多分ね、アース不良だと思うんだけど、あ、ついた、あ、今近く光ってる、嘘、あ、こっちだ、アースだ、だね、アース不良だね、え、ついてるもんね、うん、あ、話すよ、あ、アースだ、完全にアースだね。いや、ちょっとアースっぽいね、うん、さっきさ、ステンのボルト使ってたからさ、うん、しっかり多分落ちてなかったっぽいんじゃない、やっぱアースなんだ、うん、で、実はさ、ウィンカーのさ、このボルトもさ、これステンなんですよ、うん、これ止めてんのが、で、多分これボディアースになってるから、こいつももしかしたら落ちてないかもしれない、そっから改善しないと分かんねえな、何が原因かね、そうね、これがちゃんとしっかりアースが落ちたことが分かった状態で、次配線かなとかスイッチかなっていくと思うから、まずちょっとこのボルト変えがダメかも、うん、そうしましょう、はい、それではね、さっきね、ビス買いに行こうって言ってね、ビス買ってきました、お、うん、これ買ってきました、はい、まあ、こいつをね、入れてあげればとりあえずアースはね、取れると思うんですよね、一応ステンでも取れるんだけども、またアース不良とかね、後でめんどくさいんで、まあ、ちゃんとこういう風に戻します、まあ、こんな感じでつけてる感じですね。で、次のサラビスに変更。これフロントね、次ここ六角やんけこれ、うん、ちょっと気になることあるんですけど、何、クラッチレバーないですか。いや、俺もさ、すごくそれ違和感あってさ、なんでだろうってのはちょっと思ってるんよ、正直。レバーがないのにさ、ステー付きのハンドルってつけるの、まさかそんなとこ汎用します、メーカーさんが。ちょっと考えづらいよね、うん、あとさ、俺実はさ、これ以外も気になってるところがあってさ、レギュレーター前、コメントもらって、うん、まあ、取り付けた方がヘッドライトとかテールランプのバルブ切れづらいですよっていうことで、うん、まあ、取り付けで提案いただいて、エンジンの配線と車体側のハーネスのカップラーはちょっと合わないんだよね、はまる部分、うん、ジョイント部分がね、ちょっと違うんだよ、微妙に、そう、そんなことあんのかな、ちょっとそれないでしょ、それないでしょってなりますねこの間さ、うん、ヒュエルタンク外してたじゃん、燃料タンク、うん、あれさ、こいつ樹脂だったよね、うん、樹脂だったね、ちょっと形が特殊だって爆笑してたじゃん、ティムティムね、そうそう、おいなんだけどさ、うん、キャブレターのさ、中にさ入ってたフロート、あれ覚えてる、うん、あれさ、普通プラスチックだけど、あれ真鍮だったじゃん、
あ、確かに。あれ真鍮なのにさ、タンクがさ樹脂っておかしくね。まあ確かにな、鉄タンクであるべきだよな。手にがあるもかかわらずクラッチがついてないエンジンくっついてたりとか、樹脂タンクだったりとか、うん、あとそのカプラが合わないっていう風になるとちょっとなんか変だなるよね。調べるかこれ。うい。今違和感があるからさ、ちょっとこの ST50、 この車体についてちょっともう一回調べたんだけどさ。出た。これもしかしたらなんだけどエンジン違えかも。違う、うん、自動エンジンクラッチじゃなくて普通にマニュアルなのよ、この車体の。もっとエンジン。ドゥドゥこれちょっと乗せ替えされてる可能性がちょっとありますね。これやってんだろ。え、じゃあ何のエンジンか分かんなくない？いや、もしかしたら古いダックスかもしれないし、カブとかモンキーとかゴリラもなんかこれの同じエンジン使ってんのかな。え、マジ？6ボルトのやつ。そんなに汎用性高いのこのエンジン、うん、カプラーが合わないのも。いや、ワンチャンあるよな。でもクラッチがないのもちょっと、でも一回バラさないとダメなんじゃない？どこよ、エンジン。おい、ちょっと待って。一回下ろすか。マジで。いや、そうだ。実はさ、この間エンジン始動チャレンジでさ、エンジンかかったけどさ、まああんまりちょっと調子よくないなっていうのは思ってたんよね、正直ね、うん、ちょっと不安の要素残るような感じだよね。なんかメカノイズ化してるというよりか、なんかちょっとトルク不足というか、なんかちょっと違和感あるような感じなんだよね。仮にエンジンがでも乗せ替えってあるんだったら、辻褄が合うよね。そうだね。これはこのキャブ自体はこのダックスの純正なんだけども、エンジンが違ったりとか、そうだよね、エンジンに対するキャブとしては違うものがくっついてるかもしれないから、仮に同じ形式の、ね、エンジンだったとしてもやっぱり微妙に味付け違うと思うし、ちょっとやべえなこれ。結構お金使ったの。おい。はい、それではここまで動画の方をご視聴いただきありがとうございました。今回はタイヤ交換から始まり、電装関係でほぼ完成一歩手前まで来たんですけども、まあ、ずっとね違和感を感じていながらそれを放置した結果、次回はエンジンを開けるということになりました。正直最初エンジンを開けるつもりは全くなかったんですけども、まあ、やっぱり違和感がずっと拭えないまま、このまま引き渡すわけにはいかないということで開けることになったんですが、ここではまたまさかの出来事が発生しました。なかなかレストアうまくいかないですね、正直。はい、ということでまだまだ引き続きレストア続きますので、もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタンですね、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。